本日は皆様方には何かとご対応のところ、竹島の日自民党街頭演説会にご参加を賜りまして誠にありがとうございます。私は本日の司会を務めます自由民主党島根県連青年局長の中島健二でございます。どうぞよろしくお願いいたします。さて本日は竹島の領土権確立に向けて党中央から国会議員の先生方が来見され、皆様に竹島問題の平和的確立についてご訴えをいたしますので、しばらくの間ご清聴をいただきますようよろしくお願いをいたします。それではまずはじめに自民党組織運動本部長菅義偉衆議院議員がご挨拶を申し上げます。島根県民の皆さん、この寒い中に多くの皆さんご出席いただきましたことを自民党本部を代表いたしまして心から御礼申し上げる次第でございます。今日は竹島の日です。県民の皆さんに条例を制定していただいて、そして来年こうして記念式典を開催をし、竹島は日本固有の領土である、このことを国の内外に発信をしていただいてますことに心から感謝とそして敬意を表する次第でございます。この竹島問題はただ島根県一県の問題ではありません。まさに日本の問題そのものであり、私たちはこの運動を国全体の運動として取り組んでいかなければならないと考えておるものであります。そうした意味合いにおいて今年もこの式典に多くの国会議員出席をさせていただいたところであります。今年はちょうど議事番ラインが設定をされて60年です。少し歴史を振り返るときに、あの終戦後のサンフランシスコ平和条約、この締結の発行の中に竹島が放棄される地域に入ってなかった、このことを韓国政府は察知をしてアメリカに対して竹島は放棄するように強く要請をしておりました。しかしアメリカ政府は明治以降日本の管轄下にある、そしてその以前も朝鮮が領土として取り組んだことはなかった、主張したこともなかった、日本の領土である、こうした公式書簡を韓国に回答をいたしております。そしてこの回答を受けて韓国は一方的に李承晩ラインを設定したというのが今日の問題に至ってきているわけであります。こうした事実を見ても竹島は紛れもなく私たち日本の領土であることは事実であります。しかし残念ながら私たち自由民主党の時代も竹島を返還することはできませんでした。しかし私たちは韓国のさまざまな竹島に対しての行動に対してその都度強く強く抗議をして、これ以上の発展を させなかったということもこれ事実であります。政権交代をして皆さん今いかがでしょうか。あの尖閣諸島における漁船衝突事件、あるいは北方領土へのロシア大統領の訪問、さらにこの竹島もそうです。韓国政府による実効支配が一つ一つ強化されているではないでしょうか。宿泊施設を建設をする、ヘリポートを建設をする、こうしたことが事実として行われています。しかし残念なことに日本政府はこうしたことに全く抗議もしない、このことが皆さん現実であります。野田総理が韓国の代表とあっても竹島の問題について一言も発しなかった、その1週間後には罰表彰を行うなどさまざまな行動を韓国が行っている、私たちはこうしたことを絶対に許すことはできません。
皆さんと共に竹島は日本の領土である、竹島返還に向けて私たち全力で取り組んでいきますことを、この場をお借りしまして皆さんにお約束をさせていただきたいと思います。そしてこの竹島返還には与党も野党もありません。心を一つにして全力で取り組んで、そして竹島が日本に帰ってくる日まで私たち皆さんと共に全力で頑張りますことを誓いをしてご挨拶いたします。どうぞ皆さん一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。島根の皆さん、こんにちは。私は宮城県選出の参議院議員、熊谷豊と申します。私は2つのことをお伝えしたくて、竹島の日の今日こちらにお邪魔いたしました。一つ目は去年の3月11日の東日本大震災以来、島根県の皆様に多大なご支援そしてご支持をいただいたこと、この場をお借りして御礼を申し上げさせていただきたい。本当にありがとうございました。今もうすぐ1年が経とうとしております。いまだに災害瓦礫は1800万トン、20メートルもの高さに積み上がっております。一日でも早くこの瓦礫を処理しないと復興につながりません。そうした思い、一日でも早く復興するために寸暇を惜しんで地元にいたい、そんな思いが仙台出身の私にはあります。しかし2月22日の今日は竹島の日です。国会議員として復旧復興も大事、しかし同様に領土を守っていくということも大事なんです。そのことを東北の力、いくら被災地であっても国家主権を守っていく、領土を守っていくことは非常に重要なんだという意識を共に共有したい、そのような思いで本日お邪魔をいたしました。そして2つ目は民主党、今の政権与党大丈夫かな、だらしたい、それは分かった、でも今の自民党はどうなんだ、これを皆さん身内揉めするわけではありません。しかし自民党も少しずつ変わっていっていますということをお伝え申し上げたくて、これが2つ目です。私は先般の参議院選挙で当選をさせていただきました。その時あまり話題にはなりませんでしたが、全国の比例区で第1位の当選は片山さつきさんでした。2位は佐藤ゆかりさん、3位は山谷恵里子さん、4位は三原淳子さん、5位は高貝恵美子さん、これ全員女性なんです。そして参議院の平均年齢も5歳は若返りました。少しずつですが自民党も変化をしております。さらに昨年の1月の自民党の党大会はテーマが領土を守るということでありました。その流れの中に8月1日の新党代議士稲田朋美代議士、佐藤正久参議院の移り党の訪問の試みがあったのです。自民党は主権国家日本を守るために正々堂々と主張していくことは主張する、守るべきは守っていくんだという姿勢を明らかに
しているのです。今年は世界的に見ても選挙の年です。3月にはロシアの大統領選挙があります。10月には中国の国家指導者が変わります。11月にはアメリカの大統領選挙、そして年末の12月には韓国の大統領選挙があります。日本海を面して我が国固有の領土が尖閣、竹島、北方領土、他の国の国々の政権不要、国威発揚のために利用されないかねない、利用される、そのような状況が予想されます。そうした際にしっかりと国家意識を持って自民党鋭意努力して国民運動としてこの我が国固有の領土を守っていくんだ、そう皆様の前にお誓いを申し上げさせていただきまして、青年局長代理参議院議員熊谷豊からの挨拶を終わらせていただきます。共に頑張りましょう。ありがとうございました。ご紹介を賜りました自由民主党青年局次長、自民党シャドウキャビネットの法務大臣を務めております柴山雅彦と申します。今日は昨年に引き続き2月22日の竹島の日の式典と、そしてその後の街頭演説に参加をさせていただきました。去年私は同じように街頭演説をさせていただいた際、お集まりになった方から自民党だってきちんとするべきことをしてこなかったんじゃないか、厳しい揶揄をいただきました。その時の自戒の念が今日もここに私を駆り立てました。昨日衆議院の予算委員会で法務大臣の小川敏夫さんに自民党シャドウキャビネット法務大臣として外国人の地方参政権をどのように考えているのか伺わせていただきました。まさに領土を守るためにこの問題を軽々しく扱ってもらっては困るということを訴えたかったためでございます。そしてこれから私たちはただこの竹島問題を国民に啓蒙普及するだけではなくて、具体的に自らの大切な領土は自ら守っていくためのしっかりとした仕組みを作っていく、そのために憲法の改正も行う、そして現場のさまざまな海洋の防衛も充実をさせていく、先ほどお話があった新藤議員が自らの危険にさらしてまで行動に移したように、今こそ行動が求められていく、そのことをしっかりと誓い、そして実践していくことを皆様の前で表明をさせていただきたいと思います。今日この会場にはお子さんも参加されています。子どもたちに私たちの領土をしっかりと受け継いでいくために共に頑張ることを誓い申し上げまして、私柴山雅彦からの決意表明とさせていただきます。今日はどうもありがとうございます。頑張りましょう。皆さんこんにちは。岡山県から参りました、自民党岡山県連の青年局長の小倉博之と申します。本日は竹島の日ということで岡山から駆けつけました。実はこの竹島の日というのが制定されて、今日は国会議員の先生方たくさん来られております。しかし数年前までは実は地元の国会議員の方しか参加されていなかったんです。しかし島根県の前青年局長の園田さんが自民党の青年局の全国大会の時に自民党の幹部が誰一人来てないんじゃないかということで、その声を上げたことを聞いて青年局が温度を取って役員の方が必ず来る、また青年局長も今日小泉局長が来られております。
そういった経緯でこのように自民党の幹部も認識を新たにして、この竹島の日にたくさん こちらにお邪魔しているわけでございます。まあ、そういった活動の中で我々中国ブロック、同じ中国ブロックの青年局として昨年度も古川前青年局長のもと、島根県のこの竹島の日の決議をしようじゃないか、その声を国に送り届けて、この意識を新たに自民党本部に取り組んでいただこう、そういった思いで我々青年局としても近隣の青年局としても頑張っているわけでございます。共に同じ地域としてこれからもしっかりとバックアップをさせていただきたいと思います。そして一つ小泉局長にご要望をさせていただきたいと思いますが、国の方では北方領土、そして沖縄の問題、それぞれ独自に考える特別委員会がありますが、竹島を考える特別委員会が存在しておりません。ぜひともこれを設立していただいて、国の方でも国会でも真剣に議論をしていただきたいと思います。どうかよろしくお願いします。今日はありがとうございました。皆さんこんにちは。私はただいまご紹介いただきました、隣の鳥取県米子市で市議会議員をしております、自民党鳥取県連青年部長の松田忠と申します。すいません皆さん、あと2分だけ待ってください。私の後が小泉先生でございますので、もう少しだけ僕の話を聞いてやってください。今日は竹島の日ということで、同じ中国ブロックの仲間として、隣の鳥取県としてここに駆けつけさせていただきました。先ほど来より先生方が竹島の問題、まあ当然これは外交の大きな問題であります、そういった観点でお話をされましたが、私は中の問題、国の中の問題として捉え、皆様方に少しだけお話をさせていただき、そして一つだけお願いをさせていただきたい、そのように考えております。昨年日本青年会議所、日本 JC は全国の高校生に対し領土問題に関する意識調査を行いました。その結果、竹島の位置を正確に答えることができたその生徒はわずか 9.3% であります。残念ながら1割にも満たないのであります。この原因は明白であります。学校教育でしっかりと領土のことを教えてこなかったから、私たち大人たちが子どもたちに対して国のこと、国家のこと、領土のことをしっかり教えてこなかったからであります。現在島根県では竹島の教育がどんどん進んでおります。しかしながら隣の鳥取県でも隣の県においてもまだまだ教育ができてない、これが現状であります。ここで皆さんにお願いをさせてください。皆さんのお子様たち、お孫さんたち、そして近所の子供たちに今日の話を伝えてやってもらえませんでしょうか。竹島は私たちのものなんだ、竹島は君たちのものなんだと、どうかお願いいたします。この後小泉進次郎が皆様方に竹島への思いを語ります。このことも伝えてやってください。最後にお願い申し上げまして、私からのご挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。島根の皆さん、自民党青年局長の小泉進次郎です。本当に寒い中お集まりをいただいてありがとうございます。私は島根県が大好きなんです。去年も出雲大社に行きました。本当になんか行くだけで日頃ね、ドロドロしている永田町の空気が一気にきれいになるようなね、そんな気持ちをしました。そして今日この竹島の日に祭りに来ました。私は勝手に親近感を持っています。私は小泉進次郎、祭りにあるのは宍道湖くだらないことを言いましたけども、これから今日の日をきっかけにね、改めてさっき松田さんも言いましたけど、私の同世代の若い人たちにもこの領土問題の重要性を訴えていくのが
自民党の青年局という若い世代をまとめる組織の私の役割です。今日竹島の日です。私試しに昨日横須賀、私神奈川県の横須賀というところが地元なんですが、地元に帰って同世代の仲間たちに聞いてみました。明日何の日か知ってる？なんて答えたと思います？その人、夫婦の日。そりゃ確かに22ですけどね、それぐらいなんです。さっき松田さんも言いました。青年会議所 JC が小学生に意識調査をしたら 9% ぐらいの子どもたちしか竹島がどこにあるかを答えることができなかった。 9% 自民党の支持率より低いんです。この自民党もね、今までのことをちゃんと反省をしなきゃいけません。竹島の問題、北方領土の問題、今の政府、民主党、確かに言いたいことはいっぱいあります。ただもうね、悪口言ってだって仕方がないんです。自分たちの今までのことを見ていたって結果が出てないことも私たちは責任を感じなきゃいけない。この旗が今傾いているように、この逆風は民主党だけに吹いてるんじゃなくて私たちにも吹いてるってことを自覚しなきゃいけない。だからそのために必要なのは、政治家がただでさえ信頼をなくしている中で行動をしていくことです。今月、今日の竹島の日だけじゃなくて2月の7日が何の日か皆さんは知っていますか？北方領土の日です。私は2月の4日に北海道の根室の納沙布岬に行きまして、そこから歯舞、国後を見てきました。明日、私は実は沖ノ島に行きます。沖ノ島、ここから飛行機で行くんですね。そして沖ノ島で私が何をするかというと、昔竹島でアシカ漁をしたり、アワビを取ったり、ワカメを取ったり、サザエを取ったりしていた方々がいるんです。その方々との対話集会をして、その竹島にかける思いを直接聞いてきます。私が全国の若い人たちに伝えたいのは、一度その現場を見ること、その人たちの話を聞くこと、これは意識が変わります。物事は百聞は一見にしかずという言葉がある通り、私もこの前北海道に行って北方領土の元島民の方々とも話しました。その方の昔の思い出、そして遺族の方々の思い、この思いに触れた時、いかにその地元じゃない私たちの意識が薄かった、そしてこの問題が国にとって民主党も自民党も関係ない、オールジャパンで取り組まなきゃいけないことなんだということを強く実感するんです。明日沖ノ島に行って、この沖ノ島町というのは竹島が御所管されているところですね。そこに自ら行ってね、ますますこの領土問題、私たちの若い世代とネットワークを広げて力強く取り組んでいきたいと思います。竹島、名前をよく考えてください。竹ですよ。竹は折れそうになっている、その強さで、そのしなやかさで決して折れない。そして一度節という壁にぶつかっても、そこからまた伸びて、またそこで節にぶつかっても、またそこから伸びて大きな大きな長い竹に育つんです。この領土問題、いろんな壁があります。活動を続けてくださっている多くの皆さんもなかなか進まない中で、焦燥感に駆られること、憤りを感じることも多くあると思います。しかし諦めたらそこで終わりです。皆さんの力を少しでも大きくして、私たち一致団結して、これから竹島、北方領土、日本の主権の問題、領土の問題に一緒になって取り組んでいこうじゃありませんか。私も自民党の青年局長として、自民党を応援してくれている方に限らず、若い世代をまとめるような気持ちで
一生懸命この問題に取り組んで頑張ってまいる、これをお誓いをして自民党主催の街頭演説会と変えさせていただきます。寒い中お集まりをいただきましてありがとうございました。